ジミー・ウェールズ、ジンボ、ジミー・ドナル・ウェールズ、ジミー・ドナル・ジンボ・ウェールズ、1966年8月7日隊は、ウィキメディア財団の名誉理事長で、同財団が運営する、百科事典プロジェクト、ウィキペディアの共同創始者、プロジェクトリーダー・ボマスの筆頭株主、ウィキウィキサイトのホスティングサービス、ウィキアの共同創設者でもある。アメリカ合衆国のアラバマ州ハンツビルに生まれる。 アラバマ州オーバーン大学卒業後、シカゴにある先物オプション企業にディーラーとして勤務。退社後、ティムシェルト・ボマスを創業。その後、インターネットのウェブ上で展開する百科事典プロジェクトヌーペディアを始める。しかし、ヌーペディアが厳しい査読制度を取っていて、発展速度が遅かったこともあり、ヌーペディアの査読者であったラリー・サンガーの勧めに従い。 ウィキを使って自由な執筆を可能にした新たな百科事典プロジェクト、ウィキペディアを創設した。ウェールズがカリフォルニア州からフロリダ州に転居するとともに、ウィキペディアのサーバーもフロリダ州セントピーターズバーグに移転。ウィキペディアの発展に伴い、2003年に非営利法人、ウィキメディア財団をフロリダ州タンパに設立した。2004年にはウィキア社を アンジェラ・ビーズリーと設立、ウィキを使った商用コミュニティサイトの経営にも乗り出す。同年、ウィキメディア財団の運営により、重心を置くことに決め、同年6月、ボマス CEO の座をティムシェルに譲る。財団の理事が、定則5名に達すると、理事会議長を兼任。その後2006年10月に退任し、名誉理事長となる。財団は、同年12月に定を改定し、 会員制度の廃止とともに、就寝会員や就寝理事の規定を撤廃。ウェールズも他の理事と同様の人気付きの理事となった。ただし再選についての制限はない。2004年夏に講演などのため、初めてヨーロッパを訪問。以後、世界各地で講演活動や第三世界での教育に関わるシンポジウム出席などを行っている。また現在は、 ハーバード大学バークマンセンター客員研究員、クリエイティブコモンズ理事など、フリーカルチャーに関係する他の機関にも名を連ねている。1997年にフロリダで結婚したが、現在は別居している。現在はフロリダ州に在住。2007年3月に来日し、公開インタビューやウィキアのプロモーションを行った。2017年には、 フェイクニュースへの対抗として、優勝のプロのジャーナリストとボランティアのコミュニティで作る、ニュースサイト、ウィキトリビューンを設立した。カナダのジャーナリスト、レイチェル・マースデン、レイチェル・マースデンと短期間の交際が報じられている。これは、ウィキペディア上に記載されたマースデンの電気事項について、マースデン本人がアウェールズにコンタクトを取ったことが、発端であった。 マースデンはそれまでに何度もウィキペディアに対して自身の電気事項を削除するように求めており、2006年にはウェールズに記載が誤りに基づく抽象であると連絡した。ウェールズは彼女の電気事項の記述を調べ、その記載の水準が十分ではないとみなし、彼女に対してこれを改変する手助けをしたと伝えられている。2008年2月29日、ゴシップブログ バリワグは二人が交際中であると報じ、彼らのチャットとされるものを公開した。その翌日、ウェールズは自分のウィキペディアユーザーページにおいて、もう彼女とは関係がないとの発言をした。一方、マースデンの側は、ウェールズのその記述を読んで関係の終焉を知らされたとして、ウェールズが彼女のアパートに残していったとされる T 室とセーターをイーベ上でオークションに出している。 二人の関係が英語版、ウィキペディアの方針の一つである、利害の対立に定触するのではないかという非難に対し、ウェールズは自分のユーザーページにおいて、後に個人ブログへ移動、関係は確かにあったがすでに終わったことであり、ウィキペディア上の記載には何も影響を与えなかったと述べた。ウェールズは、ラリー・サンガーがウィキペディアの共同設立者であることについて、反論を公言し、 ウェールズただ一人がウィキペディアの設立者であるとの発言をたびたび言っている。これはサンガーが雇われた従業員であったということを根拠にしたものである。2006年、ウェールズはボストングローブに対しサンガーを共同設立者と呼ぶのは馬鹿げていると語った。しかしながら、すでに2001年9月の段階でニューヨークタイムズはサンガーを共同設立者と認識している上、 2002年のウィキペディアの最初のプレスリリースでもサンガーはウェールズと共に設立者とされていた。また、プロジェクトの初期段階での開発や方針付けに加え、フリーな百科事典を構築するためにウィキシステムを用いるアイデアはサンガーののであった。その一方でサンガーは全般的なアイデアはウェールズのものであり、オープンソースで誰でも参加できる共同参加の百科事典。 というアイデアは私ではなくジミーのものだ。そして出資は100%ボマス社による。中略私はジミーからの仕事としてこの百科事典の実際的な開発を行ったと述べている。サンガーはウェールズの発言への応答として自分のウェブサイトに自分が共同設立者であることを示す。様々なページの一覧を示した。これはウィキペディア初期バージョンのページ。 ウィキペディアのプレスリリース、初期のメディアでの紹介などで、そのすべてがウェールズとサンガーを共同設立者として紹介するものだった。AP 通信のブライアン・バーグスタインとの対話の中で、ウェールズはこの件を書くときには自分も共同設立者であるというサンガーの馬鹿げた主張を無批判に繰り返しの早めてほしい。さらに、私は事実を曲げようとしているわけではない。正しいのはこちらだ。 だから私は全然気にしていないと語っている。ウェールズのウィキペディアコミュニティにおける役割は無期限の慈悲深い独裁者であると紹介されている。2005年、ウェールズは英語版、ウィキペディアの自分の電気項目の編集を行った。これに関して、作家、出版社経営者のロジャース・キャデンヘッドは、ウェールズの編集はラリー・サンガーが ウィキペディア共同設立者として言及されていた箇所を削除したものであったことを示すログを示し注目されることとなった。サンガーはこのような編集を見るとジミーが歴史を書き換えようとしているように思える。しかしこんなやり方は虚しい。我々は活動の透明性と最大限のコミュニケーションによって真実隠しようがなくなる世界に到達しようとしているのだからと語っている。また、 ウェールズはボマスへの言及に関しても改変を行ったことが判明した。これは同社の製品が性的なものであるということを遠極な表現に書き換えるものであった。2006年7月31日のニューヨーカー氏はこの出来事を詳しく扱っている。この中でウェールズは去年の1年間で18回自分のエントリーを書き換えまくっていたのを見つけられたとし、彼は 自分のウェブポータルでのっぽるののやりとりが指摘される子を気にしていると書いている。ウェールズはいずれの場合も改編は内容の正確性を改善するためであったと述べ、ウィキペディアでは一般的に慎むべき行為とされる自分に関する記載の編集を行ったことについて謝罪し、ワイヤードのインタビューでは私も含めてこれはやるべきではない。やらなければよかったと述べている。 また、以前、ウェールズは、英語版、ウィキペディアの自分の項目及びウィキメディア財団のウェブサイトにおいて、自分の誕生日を1966年8月7日とする編集を行っている一方、2006年には、私の誕生日は1966年8月8日で、あるとの発言を行った。ブリタニカ百科事典及び、同時代の人物の電気事故を扱う米国の、 月刊誌カレントバイオグラフィー、さらに米国の著名人心史録、マルキフーズ風は以前のデータに沿ったもの、すなわち8月7日と記載されている。2007年6月にブリタニカ百科事典のウェブサイトに掲載された研究者報告によれば、ウェールズは同百科事典に対して1966年8月7日の記載は誤りであるが、 この記載が削除されない限り資料と共に正確な日付を伝える気はないと通告してきた。この要求はブリタニカ百科事典の方針にそぐわないものであったため、現在同百科事典では疑問付きで8月7日と記している。2007年7月27日にはザ・オレゴニアン紙のリポーターマイクロゴウェイに誕生日について問われ、これに対しウェールズは 誰も知らないとはぐらかしたとされている。ロゴウェイは自身のブログにおいてフロリダ州の公式記録によればウェールズの運転免許証には青年月日が1966年8月8日と記載されていると指摘した。2007年8月、ウェールズはこのことについて自身のウィキペディア会話ページで小説し、この中でいかなる出来事についても ザ・オレゴニアンでの発言が正解であると述べている。2007年3月18日に来日している、最後公開インタビューで、米国のミドルベリー大学の日本史の講義における定期試験に臨んだ多くの学生が、回答に、英語版、ウィキペディアの島原の欄の項目に、あたごきを引用したためごとが多数出たことについては、学生はウィキペディアを原点として利用すべきでなく、 あくまで出発点とすべきと述べている。ジャーナリズムは新たに情報を生み出す機能があるが、Wikipedia にはない。Wikipedia はすでに存在している情報をまとめて、わかりやすく提示することが目的と述べた。Wikipedia 内にサブカルチャーの話題が多いことについて質問されると、英語版でも多くの記事があり、問題視しないとする。 ビデオゲームのキャラクターに関する記述が国家元首に関する記述より長いことについては奇妙に感じると述べた。Wikipedia の参加者については典型的なものは概ね世界中で共通した傾向があり、20代後半から30代で大卒、職業は専門的な職業に就く人という認識である。学生や退職した人や教授もいる。 典型的でない場合には10代の人もおり、他の10代の興味よりも成熟していると評価した。Wikipedia のコミュニティはとてもフレンドリーであり、それに対してブログは強い主張、うまい文章が必要だが、協調は二次的なスキルだとする。2008年11月3日、ソウル特別市で大韓民国政府によるインターネット実名認証制は自由民主主義にそぐわないと批判した。 運営費を賄うために、Wikipedia 上部に自身の顔を写して、寄付を募るバナーを掲載することがあるが、ジョークの種にもなっており、Google Chrome 用のすべてのページにバナーを写し出す、アドオンや、ジミー・ウェールズの画像を猫の画像と入れ替えるアドオンなどが登場している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。